はい、どうも岡崎グリーンメンテナンスです。今日もゴルフ場からの依頼で、切り株除去、切り株削りの作業ですねに来ております。で、やっぱり一番多いのがゴルフ場からのご依頼が多くてですね、でもゴルフ場だけではなくて、例えば栗畑をお持ちの農家さんだったりとか、あと建築現場ですね、土建屋さん、あと造園関係の方もそうですし、あと公園、町の公園なんかにも切り株ありますし、あとグラウンド、あと学校の校庭、まあいろいろね、自然災害などで倒木なんかもありますし、そういった後処理、切り株の処理を、行っております。で、機械自体がそんな幅もね、大きくないんで、例えば一般家庭の庭でね、何か庭をリフォームしたいなんていう場合にも、活躍できるかなと、思っておりますんで、もしね、この動画を見て、切り株が邪魔だなんてね、思った方は、ぜひご連絡いただければと、思っていますので、よろしくお願いいたします。